ゴールデンウィーク直前企画、サービスエリア、パーキングエリア、イチオシグルメを食べ尽くせ、九州縦断すごろく。九州縦断すごろく、はい、わざとらしい。九州縦断すごろくとは、九州自動車道の下り路線、木山から桜島までの主要サービスエリア、パーキングエリア10カ所をサイコロを振って訪れる企画。そこでゴールデンウィークに食べたいイチオシグルメをメンバー全員1人1食ずつ完食していただきます。ゴールできなければ身の毛もよだつ衝撃の罰ゲーム。先週の放送ではスタートからなんと4連続1が飛び出し、開始から3時間でやっと熊本県の玉名パーキングエリアに到達。次こそ1以外を出すことができるのか。はい、3を。サイコロを振るのはスポーツ万能な岡。岡君のショット。はい、ポッ、いけ、ポッ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 。まあ、北熊本緑川の皆さんには申し訳ございませんが、飛び越して宮原に出発。3つ駒を進め宮原へ。まだ合流していない松島は現在飛行機の中。ちなみに今回行くことができなかった北熊本緑川ではこちらのイチオシグルメがいただけます。ここまで4食すべて食べているのはこちらの4人。その他のメンバーも3食。ゴールの桜島まで胃は持つのか。宮原に天神アクターが来ましたよ。はい、みんなご挨拶して。どうも宮原の皆さん、こんにちは。この辺りも美味しいもんたくさんあるんですよ。天草寄りにもなるし、八代、まあ海が近くなってきましたから美味しいもんもたくさん増えるんじゃないんでしょうか。ここで食事が免除になるチャンスタイム。食べたいね、食べたいね。ゼロ出ないか、ゼロが。ゼロ出ないかな。うわおお、おい、坂田くん。坂田くん全然食べてないじゃん。おい、マーク。あ、マーク普通にがっかり。はい、あ、三竹くん。おお、うわということで、宮原サービスエリアの名物、はい、お願いします。宮原のイチオシグルメ、ついにお披露目。これはちょっと待って、お盆置く音した。お盆置きましたよ。はい、それでは皆さん目を開けてください。どうぞ。おいしそう、おいしそう、うらやましい。はい、ということで、宮原サービスエリアの名物、天草大王&南関揚げ丼でございます。ありがとうございます。はい、それじゃあどうぞ。お願いします。ご飯がこれ玄米じゃなくて、これ何ですかね。魚飯ですね、これ。魚飯、ね、熊本あるじゃないですか、これね。あ、これはうまい、うまい、うまい。最初高菜飯来るんですよ。うん、後々鳥が来るんですよ、ちゃんと。へえ、2回は美味しいです。俺親子丼大好きで、うん、鶏がしっかりしてて、なんかお肉食べてるっていう。あー、それが地鶏の良さですよ。まごし君、はい、どう。ボリュームがすごいですね。ボリュームがそこですか。ほら、女の子たちも注目してるぞ。ほら、さけないよ、もう。どうみんなかっこいい？いやちょっとかっこいいけど。え、かっこいいけど？かっこいいけど食べっぷりがちょっと元男らしく。お前ら顔だけか？気持ちは男じゃないのか？顔だけ言ったらどの子が一番かっこいい？え、あっちから二番目が。お、ゆうき、ゆうき、かっこいいって。14です。14、坊や、15歳。先輩、先輩のどう、あの1個目の先輩にああいう子がいたら。メロ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 。女子の応援もあり、男の意地を見せようと食べまくるメンバー。開始から15分、ついに。
だ。ごちそうさまでーす。はーい、オッケー。一貫食、全員貫食、お疲れ様でした。よし、宮原サービスエリア完食。